ミチュリンスクの紋章、ミチュリンスクは、ロシアタンボフ州の西部にある都市。州内では州、州とタンボフに次大きな町で、人口は2009年の推計で89,500人。1932年以前は、ゴズロフと呼ばれていた。ミチュリンスクは、肥沃なオカイコールドン平原のただ中にある鉄道の、結接点の町である。また、ここで、 レスノイ・ボロネージ川とポルノイ・ボロネージ川が合流し、ドン川の支流、ボロネージ川となる。首都モスクワからは南へ 400km、州都、タンボフからは西へ 67km。最寄りの町は、52km 北西にあるチャプルイギン、と 57km 南西にあるグリアージで、いずれも西隣のリペツク州に属する。ミチュリンスクは、 ミチュリンスク地区の行政中心地でもある。ミチュリンスク市庁舎ミチュリンスクは1636年に築かれたコズロフ要塞を発祥とする。コズロフとは当初の入植者の一人の姓に由来する。クリミア半国のモスクワ侵入を防ぐために南方のステップ地帯に作られた防衛線を構成する要塞の一つで、現在も長い土塁の跡が残っている。 17世紀のコズロフは、軍事上の要衝であったが、防衛線により、周囲が安定し、さらに南に防衛線を築くことが可能になったことで、軍事上の重要性は、次第に薄らいでいった。その代わり、コズロフ周辺の森林地帯の木を使った造船が1650年代から、盛んになり、ボロネジ川やドン川流域の水軍に感染を、供給するようになった。 18世紀以降、ロシアの南方の国境線は、国会にまで達したため南方からの脅威はなくなり、コズロフの軍事的価値は失われた。コズロフ周辺の土壌は、肥沃な黒土であり、多様な農産物の活発な取引の場として、栄えるようになった。1779年には、死の地位を得ている。19世紀後半には、モスクワからリアザンを経て、 田んぼふへ向かう鉄道が建設され、鉄道の結節点となったコズロフには、列車工場もでき鉄道の町となった。19世紀末、の人口は4万人を数えた。1932年、コズロフは、生物学者、イヴァン・ミチューリンにちなんでミチューリンスクと改名された。ミチューリンは1872年以来コズロフに住んで、農産物の品種改良を行い、 ソビエト連邦の学会や政界で高く評価されており、生きている間に自分の性にちなんだ地名をつけられるという栄誉を受けている。ミチュリンスクボロネージスキー駅ミチュリンスクの経済は、肥沃な国土地帯という地理的特徴により、食品工業が盛んという特色がある。また、軽工業や機械工業も活発である。イヴァン・ミチューリンの作物研究以来、 ミチュリンスクには研究施設が集積しており、2003年には科学都市の称号を得ている。ミチュリンスクは、モスクワから南東のタンボフ・ボルゴグラード・アストラハンを結ぶ国道 M6 幹線道路が通るほか、モスクワからの鉄道がここで、西のリペツク方面と東のタンボフ方面に分かれている。このため、ミチュリンスクには大きな鉄道工場もある。 コンスタンチントーンが設計したボゴリボボの生シンジョイコンセドをロシア中央部にありながら独祖先による破壊を免れた町であるミチュリンスクには18世紀や19世紀に遡る数多くの歴史的建築やよく保存された旧市街の街並みが残っている。予言者、イリア聖堂、ボゴリボボの生シンジョイコンセドなどが代表的なものである。特に ボゴリュブスキー聖堂は19世紀ロシアの建築家、コンスタンチントーンが手掛けたもので、その代表作であるモスクワの旧聖主ハリストス大聖堂と同様の新ビザンチニ様式で設計されている。高等教育機関には、ミチュリンスク国立農業大学、ミチュリンスク市販大学などがある。ありがとうございます。